統一地方選挙の前半戦となる県議会議員選挙が告示されました。人口減少への対応や経済の活性化策をはじめ、原発の再稼働問題などを争点に9日間の選挙戦が幕を開けました。県議選には53の議席に対し71人が立候補を届け出ました。内訳は現職は40人、元職が1人、新人が30人です。候補者たちは早速街頭でマイクを握り、有権者に支持を訴えています。立候補の届け出は午後5時に締め切られ、27ある選挙区のうち13の選挙区が無投票となり、当選者が決まりました。選挙戦では直面する人口減少への対応や経済の活性化策、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働問題などをめぐって論戦が交わされる見通しです。また定数の過半数を占める最大会派の自民党が議席を伸ばすのか、それとも野党側の議員を中心に他の勢力が議席を上積みするかが焦点となります。市民の代表を選ぶ9日間の選挙戦、投開票は来月9日です。